アブリル・ラビーン、アブリル・ラビーン、アベリル・ラモナ・ラビーン、1984年9月27日帯は、カナダ・オンタリオ州、ベルビルの出身のシンガー・ソングライター。アメリカ合衆国に拠点を置いている。パンクロック、ポップロック、パワー・ポップなどの音楽性を持ち、2002年リリースのデビューアルバム、レッド・ゴーは、全世界で約2000万枚を売り上げ、 アメリカでは6回プラチナディスクに選ばれた。2枚目のアルバム、Under My Skin、3枚目の The Best d グ m i n g は両方とも、ビルボードを200で1位にランク。シングルでは、Complicated, SK8ER Boy, I I'm With You, Girlfriend など11曲がトップ10位を果たしている。現在、彼女のアルバムは、全世界で4000万枚以上のセールスを達成。 カナディアンビジネス氏はアメリカ合衆国で活躍する最もパワフルなカナダ人ベスト7に彼女を選出している。2007年12月、ホーブス氏はラビーンを25歳以下の最も稼ぐ人物の8位にランクしており、その年収は1200万ドル、約12億円と記載している。1984年9月27日、オンタリオ州ベルビルに フランス系カナダ人の両親、トージャンイコール、クロード・ラビーンと、母、ジュディの元に生まれた。5歳の時、オンタリオ州ナパニーに引っ越し、青春期の大半をナパニーの小さな町で過ごした。両親は、バプティスト教の経験な信者だった。アニマットと妹ミシェルがいる。ファミリーネームのラビンの読み、ラビーン、LA ビンは英語化された発音で、フランス語では、 ダビーニュと発音し、L.A. ビニアは、ドウ園の意である。また、ギブンネームのアベリルはフランス語で四月、エープリルを意味する。母はいち早く、アブリルの才能に目をつけ、彼女は二歳の時から、母と一緒に、教会で歌い始めた。この頃から、声と、キャラクターで周囲の人々を驚かせていたほか、幼少から男子と一緒に、野球やサッカー、ホッケー等で遊ぶなど、冬代わりで、 かつ活発な側面を持っていた。12歳の頃に独学で始めたギターが音楽の道へ進むきっかけになった。1998年、14歳のラビーンはオーディションを勝ち抜いた末、カナダ人歌手シャナヤ・トゥエインのコンサートツアーに参加。オタワでのトゥエインのコンサートに登場しトゥエインの曲を披露した。また地元のフォークシンガー、スティーブ・メットにもその才能を見出され、 レノックスコミュニティシアターでの公演で彼はラビーンを招き、彼の1999年のアルバム、クイントスピリット用に、自身の曲タッチザスカイを歌わせ、テンプルオブライフツーリバースもアブリルは、彼の2000年リリースのアルバム、マイウィンドウツーユ用に歌った。オンタリオ州キングストンの大手書店で、カントリーミュージックのカバーを歌っていたところを、音楽マネージャーのクリフ・フブリ、彼は、 デビューアルバム、レッドゴーのリリースが彼女のマネージャーを担当することになるに見出され、2000年、16歳の時にアリスタ、レコード A&R 部門代表だった、ケンクロンガードにより、同レコードの社長である、アントニオ・エル・エー・リトとプロデューサーのに紹介される。彼女のパフォーマンスを見たエル・エーは、即契約を締結した。ファーストアルバム、レッドゴーの制作が終わった時、 このアルバムに深く関わっていたレコーディングチームのは彼女について私たちは16歳の歌手として依然成長しうる素晴らしく新鮮な才能と出会いとてもユニークな経験をした彼女は楽曲制作にとても熱心だし我々は充実したレコーディングを行うことができたと述べているファーストアルバムレッド号は2002年6月4日にアメリカで初版を発売 アメリカで2位、イギリス、オーストラリア、カナダでは1位を獲得。ソロシンガーとして、イギリスのアルバムチャート1位に最年少の17歳でランクインした。アルバムは、ポップロックをベースとしながら、オルタナティブロックや、ポストグランジなどの要素が取り入れられた作品となった。発売から1ヶ月経ち、8月末には、複数のプラチナディスク候補となり、 その2週間後には3つのプラチナを授与されている。2002年末にはデビューからわずか半年で RIAA より4つのプラチナを獲得すに至った。同アルバムはアメリカ国内で660万枚、全世界で2000万枚を売り上げている。このアルバムからは4曲がシングルカットされ、Complicated はアメリカのビルボードホット100で2位、オーストラリアで1位を獲得。 2002年の最も売れたカナダの曲に選ばれた。同曲がコンテンポラリーヒットラジオのチャートで11週にわたり1位を独占する中、ラビンはナタリー・イン・ブルーリアノのレコーディングも挑戦していた。SK8ER ・ボイはアメリカ・オーストラリアでトップ10入り、I Am With You はアメリカ・イギリスでトップ10入りを果たした。は、台湾とチリなど欧州、 北米エリア界でもトップ二0に食い込んだ。2002年、このアルバムの功績が認められ、MTV ビデオミュージックアワーズのベストニューアーティストに選出され、2003年には他の五人のノミネートを打ちまかし、ジ受納賞を受賞。ワールドミュージックアワードで、ワールド、エスベスト、セリングカナディアンシンガー、カナダ人歌手最大のヒットメーカーを授かり、グラミー賞では、コンプリケイティッが、 ソーン・フォー・ザ・イヤー、自身がベストニューアーチストなど全8部門にノミネートした。セカンドアルバム Under My Skin は2004年5月25日アメリカでリリースされた。このアルバムはアメリカ、イギリス、ドイツ、オーストラリア、カナダ、メキシコ、アルゼンチン、スペイン、アイルランド、タイ、韓国、香港、そして日本の計13カ国で1位を獲得し、アメリカでは 1> 第一週目に38万枚を売り上げ、総合で800万枚を売り上げた。このアルバムの大半を、カナダ人女性シンガーのシャンタール・クレビア・ジックと制作し、他にも元エヴァネッセンスのギタリスト、ベン・ウーディー、マーベラス・さんの、ブッチ・ウォーカー、ラビーンの元バックギタリスト、エヴァン・タウベンフェルド、元ドラマーの、クレビア・ゼックの夫でのリーダー、プロデューサーとしてが参加した。 前作に比べ、I always get w h a t I want などの曲調は、オルタナティブロック色をくし、フリークアウトやフーノースでは、ソフトなポストランジとして聴かせた。シングルカットされた、は、アルゼンチン・メキシコで1位、イギリス・カナダで5位、ブラジル・オーストラリアでトップ10入り、は、メキシコで1位、アメリカでトップ10入りとなり彼女のシングルで3番目に最も売れた曲となった。 しかし3枚目のシングルカットはアルゼンチンとメキシコで1位になったがアメリカではトップ42すら入らなかった。この売り上げ不振が響いたのか4枚目のカット HE ワ和全 T はイギリスオーストラリアでのランクはトップ40アメリカではリリースすらされなかった。最後のシングルカットは前作にも増してランクで検討しなかった。 2004年、ラビーンは、ワールドミュージックアワードにて、ワールド、エスベストポップ、ロックアーチストと、ワールド、エスベスト、セリングカナディアンシンガーを受賞。受賞。賞には5部門でノミネート。ファンチョイスアワードアーチストオブザイヤーポップ、アルバムオブザイヤーの3部門を受賞した。19周年目を迎えた、キッズチョイスアワードには、ほぼーリートフィーメールシンガーに選出された。 ラビーンはカナダ人プロデューサーと共にケリー・クラークソンのを共作し、同曲は映画プリティ・プリンセスにロイヤル・ウェディングのサウンドトラックに収録されたほか、クラークソンの2枚目のアルバムにも入り同アルバムからのシングルカットを第1作目となった。同曲はアメリカチャートでトップ10リシ・クラークソンの出世作になった。2004年ライブバイサプライズを決行。 3月4日、ミネソタ州ミネアポリスより、アンダーマイスキンのプロモーションを兼ね21カ所のシティモールツアーをアメリカとカナダで行った。パフォーマンスは、アコースティックベースの短時間のライブで、蒸気アルバム中心に選曲が行われた。ライブは開始の48時間前まで、誰にも知らされない、シークレットライブの形態を取っていたが、同ツアーは、 非常にポピュラーな存在となりアルバムのプロモーションに一躍買うこととなった。2004年3月25日のインディアナポリスのセットでは HE Wasen, T, My Happy Ending, Don't Tell Me, Take Me Away, Nobody, S Home, SK8ER, Oi, Complicated などが披露された。これらのライブパフォーマンスは、としてアメリカのディスカウンストア、 ターゲットで発売された。2005年は、通年、主にツアーを行い、モデルや、女優業などにも従事した。また、同年6月28日には、カナダのロックバンドスム41の、ボーカルデリック・ウィブリート20歳で婚約を発表。2006年7月15日、ロサンゼルス郊外、サンタバーバラ東隣のモンテチトで挙式。 2006年のトリノオリンピック閉会式ではカナダ代表として登場し2010年のバンクーバーオリンピックへの引き継ぎイベント8分間にフーノースを歌った3枚目のアルバムザベストダムシングは2007年4月17日にリリースされアメリカで1位を記録した同アルバムはブッチウォーカーと彼女の夫がプロデューサーを務めたか、ブリンク182のドラマー が、ドラマーとして参加している。また、ジャケットやブックレットの写真も、デリックが撮影したという。最初のシングルカットは、ガールフレンドで、全米のシングルチャートビルボードホット100では初めて1位を獲得した。ライアンシークレストのラジオで2枚目は、と発表。3枚目は、最後は、となった。ガールフレンドは、日本テレビ制作のバラエティ番組、カートゥンカトゥーンの、 オープニングテーマとなり、2007年5月2日に同番組にゲスト出演し、カトゥーンと共にダーツを行った。2007年当初、アルバムに関してのプロモーション規模は非常に小さく、ライブチケットも彼女のファンクラブ会員限定となった。ツアーはアルバータ州カルガリーよりスタートし、200人規模の聴衆の前でパフォーマンスを行った。 この模様は2007年4月2日に CBC 系列で放送された。4月にはプロモーションで来日。ヤフーの独占性中継ライブやミュージックステーション、ミュージックラバーズなどに出演。新宿駅前で極秘コンサートを開催し、4000人もの観客が集まった。8月にはサマソニーに出場のため再び来日。目覚ましテレビなどの番組に出演した。 2008年3月には世界ツアーをスタート北米、欧州、アジアを回った。8月には29日開催予定だった。マレーシア公演が公演禁止になったと大々的に報じられた。最終的に22日に開催を承諾されたと MTV が報じた。2008年10月時点での同アルバムのセールスは全世界で540万枚。 2010年のバンクーバーオリンピックにおいても、前回冬季の2006年トリノオリンピックに、引き続いて、閉会式に登場。地元カナダの歌手として、マイハッピー、エンディングと、ガールフレンドを歌った。冬季オリンピックに大会連続閉会式で歌った、初の歌手となる。2010年公開の映画、アリス・イン・ワンダーランドの主題歌として、アリスを、作詞、作曲。 同映画のためのミュージックビデオも撮影した。4枚目のアルバム、グッドバイララバイは、日本で2011年3月2日に、リリースされた。同アルバムでは前作までのプロデューサー、ブッチ・ウォーカー、デリック・ウィブリー等に加え、先行シングル、ォワット・ザ・ヘルでは、マックス・マーティンがプロデュースを行っている。また、ラビーン自身のプロデュースによる楽曲も収録された。 二作目のシングルカットは、三作目は、である。なお、ホワットザヘル、リリース前の2010年12月には、を、ミランダコスグローブに提供している。先行シングル、ホワットザヘルのプロモーションのため、2011年1月に、来日、ミュージックステーションに出演し、ホワットザヘルを披露した。また、目覚ましテレビにも出演し、 渋谷109で買い物を楽しむ姿が放送された。3月には、アルバム、グッドバイララバイのプロモーションのため再来日。3月1日には、赤坂ブリッツにて完全招待制。人よ限りの必勝パワーアップライブに出演。5曲を披露した。TV 番組は、スッキリ。いや、笑っていいとも。ミュージックステーションに出演した。2011年4月には、 ワールドツアーをスタート。中国、北京よりスタートし、北米、欧州、アジアでのツアーを行った。福島原発事故の影響か、日本での公演は、すべて2012年2月へ延期となった。だが2011年8月には、サマーソニック2011へ出演する、ためさ来日した。目覚ましテレビに生出演し、スマイルを披露し、8月16日には、 めざましライブにも出演した。2011年、日テレ系、番組、ザ、世界行天ニュースのエンディングテーマに、ホワットザ・ヘルが起用された。11月5日には、深夜にデート中に酔っ払いに襲われ顔に怪我を負った。同年11月、RC8 のレーベル契約を解除し、エピックレコードに移籍する。原因は、グッドバイアラ,ラバイを制作中に、 RCA 側との対立があったためである。2012年2月、延期となっていたツアー、ザ・ブラックスターツアー2012を4都市、埼玉、名古屋、博多、大阪で行う。2012年12月、日本のアニメーション映画、ワンピースフィルム Z へ、ニッケルバックの、How You Remind Me のカバーと、2008年にカバーした、Bad Reputation。 ジョーン・ジェットカバーを W 主題歌として提供。いずれも5枚目のアルバム、アベリル・ラビンにボーナストラックとして収録されている。2013年4月に、お先行シングルとしてリリース。8月には、お2作目の先行シングルとしてリリース。10月には、当時のオット・チャド・クルーガーとのデュエット曲、をリリースした。2013年11月1日、日本では6日。 5枚目のアルバムにして初のセリフタイトルアルバムとなるアベリル・ラビンが発売された。同アルバムはチャド・クルーガーがプロデューサーとして多くの曲に携わっている。2014年2月にはギブ・ユーフォ u For w ライク Like のミュージックビデオを公開したシングルのリリースはない。4月にはハロー・キティのミュージックビデオを公開。後者は東京で撮影されたが 事情を知らないメディアから人種差別的と批判を浴びることとなった。なお、ハローキティは5月にシングルとしてリリースされている。2014年から2015年にかけ長期にわたって、公の場に姿を現していなかったが、ライム病を患って5ヶ月にわたり、寝たきり状態になっていたことを公表した。2015年4月、単発シングル、フライをリリース。同作は、 スペシャルオリンピックスのチャリティとしてリリースされたものである。ラビーンは2017年1月にリリースされたワンオクロックのアルバムアンビションスに収録されているリッスンに客演参加している。ラビーンはマイスペース上で自身の音楽はポップロックだと述べている。しかしオールミュージックや他のビューアーたちの見解はパンク、ポップパンク、ポップロック、オルタナティブロック、 オルタナティブ、ポップロック、ポストグランジなど多岐にわたる。このような結果となるのは、彼女の反抗的なイメージや、大雑把にガンガン弾きならギターの音色などが考えられ、彼女自身も初期のパンクに影響を受けており1970年代のパンクに多少似たテイストの曲もいくつか見受けられる。しかし再三彼女は、自身の音楽ではパンクではないし、そういったこともないと言及しているが、 インタビューで自分のジャンルはパンクだと言ってる動画がいくつも残ってる。2007年5月25日、彼女と彼女の所属するレーベル、作曲家のドクター・リュークがミュージシャン、ジェームズ・ギャング・ワートとミー・ダンバーに告訴される。告訴人は、ラビーンのガールフレンドは1979年リリースの告訴人の楽曲、I wanna be your boyfriend パフォーマーはの盗作だと主張。 2007年6月、アンダーマイスキンでラビーンと共に、楽曲制作を行ったシャンタル・クレビア・ゼックは、パフォーミングソングライター氏のインタビューに応じ、ラビーンについて、アブリル、あの娘は作曲家なのかな彼女は座りながら、自分で曲を書くことなんて絶対にしない。それに彼女は、道徳的にも問題あり、でも誰も何も言わないんだよね。だから私は二度と、 あの娘と曲作りなんてしないよ。二年前にカンテイジェスって曲を彼女に送ったんだけどさ。それでアルバムのトラックを見たらそこにはカッテジェスがあるわけ。でも私の名前はどこにもないんだよ。全く何を考えてんだろうね。ほらアブリルちゃんよ。私どうよ。私はあなたを告訴してないのに私はあんたにただ言いたいけ。アートは こんなことで訴えられるべきじゃないってさと通列に批判した。同年7月6日、ラビーンは上記の二つの主張をウェブサイト上で完全に否定。まず彼女はザルビヌズなど一度も聞いたことがないと前者を否定。後者については根拠なき主張を名誉毀損で法的措置を取ることを検討するとした。同年7月10日、クレビアゼックは公的に謝罪文を 発表、6月のインタビュー内容を取り下げ、アブリル・ラビーンに関して誤解を招く発言をしたことをお詫びいたします。それらの誤解は、私が応じたパフォーミングソングライター誌の内容から生じたものです。私はアブリルの作曲や人間性について疑問を投げかけたわけではありません。私の発言が彼女を否定するものであったなら私の配慮不足であり、 内容を取り下げたと思います。アブリルは人気ソングライターであり、彼女と仕事をできたことは私の名誉となっています。と述べた。実はこの二人はネットワークマネージメント社の同じマネージャーが担当している。2008年1月、ギャングワーとダンバーは盗作の告訴を取り下げた。そして今に至る、アベドーンはと提携して販売されるアブリル・ラビーンが デザイナーのファッションブランド。ブランド発足以前から彼女は、自身がデザインした服をコンサートなどで身に着けていたが、2008年7月、カリフォルニア州アルハンブラで正式に立ち上がり、ブランド名は、彼女の幼少期のアダナーベイが付けられたコール S は、同ブランドを、ジュニアライフスタイルブランドと表現。衣服や、アクセサリーなどを制作。サレコーベやゼブラを使用したデザインは、アルバム、 ザ・ベスト・ダムシングのジャケットデザインに通ずる。オンラインゲーム、ストドルの登場人物は、ラビーン風のドレスアップをしている。彼女の映画デビューは、アニメ映画、森のリトルギャングの声優で、ブルース・ウィリス、ウィリアム・シャトナー、ニック・ノルティ、スティーブ・カレルなどと一緒に仕事をした。リチャード・ギア主演の、消えた天使では、容疑者のガールフレンドを演じ、原作がお気に入りの、 ファーストフードネーションにも出演した。またドクター・ルークと共に制作した楽曲は映画のサウンドトラックに収録されたザ・ベスト・ダム・シングにも収録されている。同曲は2006年11月17日よりラジオ配信が26日よりダウンロード配信が始まりカナダトップ20チャートで1位を取っている。またこの頃スポンジ・ボブ スクエアパンツ・ザ・ムービーのテーマ曲のレコーディングも行っている。映画にカメを出演。テレビドラマサブリナ出演時には SK8ER ボーイを披露した。イギリスのワラビーンが次期公開の映画の主役の座を得たと報じた。映画の主役を得たんだよ。何か今までの私から予期できないものが何か深くて暗いものがあるかもね、と彼女の言葉を記した。 最初の夫であるカナダのバンドスム41のリードボーカル兼ギターリストデリック・ウィブリーとは2004年2月より交際が始まり2005年6月に婚約。ウィブリーはイタリア・ベネツィアに彼女を誘いゴンドラやピクニックをしてプロポーズしたという2006年7月15日にロサンゼルス郊外サンタバーバラ東隣のモンテチトで挙式。 参列者は110人とミコ婚を選んだ。若くして結婚したことについては、たまたま早い時期に出会っただけと述べ、幸せ。結婚はおすすめと言っていたが、しかし、2009年9月に、若い死が逮はお理由にウィブリーと別居中であることを発表。10月9日に裁判所に離婚を申請し、2010年11月に、正式に離婚が成立した。 婚然にある程度の協定を交わしていたことから、ビバリーヒルズの邸宅や楽器コレクションなどは、彼女がキープし、比較的穏便な離婚となった。なお、ミュージシャンとしては互いに尊敬し合っており、今後も協力体制をとっていくという。別居後の2010年からは、タレントのブロディジェンナーと交際していたが、2012年に破局している。 ニッケルバックのチャド・クルーガーと2012年2月から交際し8月8日に婚約2013年7月1日に南フランスにて挙式しかし2015年9月に離婚を発表ラビーンにとってこれが2度目の離婚となるベジタリアンと思われていた彼女だが2003年1月ので時々チーズバーガーを食べると認めたラビーンはクを食べるのは あまり好きではないがベジタリアンといった覚えはないとし、肉食べている私を非難しないように。好きな食べ物はピザ、得意な料理はパスタ類。家では家事もするとテレビで発言しており母が毎日料理をしていて、それを見ていたから大体何でも作れるとことている。右手首に小さなタトゥーがあり、デザインはファーストアルバムのジャケットとマッチするようになっている。ベンムーディーや その他友達と同時期に入れたのだという。また2004年末には、右手首に、夫のデリックのイニシャル D をかたどった、新たなタトゥーを入れた。ラビーンは、某インタビューにて好きなパーティーソングは、アウトキャストのと言っており、サードアイブラインド、オアシス、マリリン・マンソン、システム・オブ・アダウン、ブリンク182などが好みで、特にブリンクの、が好き。好きな男性に聴かせたい曲は という質問には、グーグードールズの、アイリス、コールドプレイ、オアシス、レディオヘッド、アルバム、が、フェイバリットと答えている。その他好きなミュージシャンは、ロストプロフェッツ、スム41、インキュバス、P.O.D., マッチボックス20、アラニスモリセット、グリーンデー、リンキンパーク、2004年に行われ自身も参加した、ロックフェスティバル、ロックアムリングの映像で、 リンキンパークの演奏をステージ横で観覧している様子が映っている。ジャンルはポップス。また、イギリスのロックバンドザ・ダークネスについてダークネスは私が一緒にレコーディングしたい世界で唯一のバンドですと公言している。趣味はスケートボード14歳の頃からホッケー、狩り、キャンプ。結婚前は好きな男性のタイプをインタビューでしばしば聞かれていたが、 ほぼ毎回、パンクロッカー、もしくはロックスターみたいな人と答えていた。日本でも、ベッキーから同じ質問を受け同じ答えを返していた。ベッキーは、ロックスターを、ローリングストーンズと聞き間違えらビーンは、もっと若いロッカーがいいわと返答していい。パパラッチが大嫌いで、パパラッチは、人間のクズなどと非難したことがある。2006年9月に、 ナイトクラブから出てきて写真を撮るパパラッチに夫婦揃って唾をかけた。パパラッチがこれに激怒して記事に書き立てたのが原因で大問題に発展してしまい、後にアブリルはパパラッチに謝罪の言葉を述べたが、その後2年前からやっていることなのにあの時だけ大事件になったと発言した。カリフォルニア州ビバリーヒルズに400万ドル。 約4億円のイタリア様式の豪邸を所有している。その他、ドラマーのトラビス・バーカーが高級住宅街に所有していた邸宅を950万ドル、約9億円で購入。2007年の新曲、ガールフレンドの PV では、ダンス、演技、2役バンド演奏と、今までに見たことがない姿が見ることができる。またこの曲はドイツ語、フランス語、イタリア語、中国語、 ポルトガル語、英語、スペイン語、日本語を含めた8カ国語版もレコーディングされており、レコーディングに悪戦苦闘しながらも着々とこなしている模様が、エクスクルーシブコントの曲の合間に放送された。この曲の英語、日本語、スペイン語、中国語版は、レースゲーム、バーンアウトドミネーターに収録されている。また CBS のトークショー0ー,ー,ーに出演した際、この曲について、 たくさんの言語で覚えたんだよと語り、ドイツ語と日本語をガールフレンドのリズムに乗せて披露したトークで、アブリルの日本語ガールフレンドは、ヘイヘイあの娘はいまいち、いよいよ新しい娘必要と歌った司会者のクレイグ・ファーガソンに、アイラブザット、ザッツグレート、と絶賛された。彼女はちょっと言葉が間違っているかもと付け加えた。 一時期彼女のトレードマークともなっていたピンクのエクステはアルバムザ・ベスト・ダム・シングの制作に合わせて付けられた。2014年頃から長期にわたって、こうの場に姿を見せないことが多かったが、2015年のピー・プル氏のインタビューで主にダニを媒介して感染するライム病のため5ヶ月間にわたり、寝たきりになってたと告白し、その後も治療を続けている。 ラビーンは、メイクサムノイズ、A-M-E-R-I-C-A-N-C-B-R.O-R-G、ミュージック・クリーニング・マインフィールズ、C A N C B R、G, Fields, U-S、キャンペーン・フォー・ビルマ、ウォー・チャイルド、メイク・ア・ウィッシュなどのチャリティーグループのメンバーでもある。またの広告にて、エイズの世界的予防と献金を募った。2006年11月28日、カナダ・ケベックで行われた、アルド・ユニセフ主催の ユナイトアゲンストズコンサートにも参加。このコンサートのスペシャルゲストには、彼女の他に、サラ・マクラクランなどが登場した。2005年の東海岸ツアー中、環境 NGO のリバーブに参加。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。